ここは石川県の千里浜です。千里浜は波打ち際を車で走れることで有名です。物理的にも面白い点があるので、このチャンネルでも2回取り上げています。今回は夕日が海に沈むという理由でやってきました。お目当てはグリーンフラッシュとブルーモーメントです。どちらの現象もこの日のように快晴で空気が澄んでいる場合に見られる現象です。グリーンフラッシュは太陽が完全に沈む直前、または昇り始めた直後に写真のような緑色の光が一瞬見える現象です。非常に稀な現象で、私もこれまでに何度も動画を撮りましたが観測できていません。ブルーモーメントは太陽が沈んだ後に空が深い青色になる現象です。グリーンフラッシュのように稀な現象でなく、快晴で空気が澄んでいれば程度に差はありますが観測できます。沈む瞬間を早く見たい場合は3分30秒あたりまで進めてください。千里浜の夕日を楽しみたい場合はこのままご覧ください。グリーンフラッシュは残念ながら観測できませんでした。次にこの後の約1時間を30秒にしたタイムラプス動画でブルーモーメントが起こるか見てみます。ブルーモーメントは4分20秒から4分30秒あたりでかなり綺麗に見えました。今後も条件の良い日があれば観測する予定です。次回は
高い山の上で観測したいと思います。